ちょっと遅れてない？勤務時間大丈夫か？いや、あれギギリそれ誰のせいや、誰のせいや、いや、まあそれは例年12月エースグループの選ばれし男たちによって開催される現金入金のみの売り上げバトルイベントドリームマッチ。そして今年2023年も残りわずかとなり、ドリームマッチの開催が着々と近づいている。そこでホスト TV では、ドリームマッチを控えたエースグループの男たちに突撃インタビュー。現在急成長を遂げる男たちが今年最後の戦いにかける思いとは。はい、はい、到着、はい、到着です、はい、到着です、はい、到着です、はい、何ですか？あ、これ、加藤さん、3、ドリフターです。ドリームマッチです。ドリームマッチ、あ、ドリームマッチですね、はい、で、愛のメンバーに、はい、本祭と本祭と前夜祭 の, 前夜祭の、はいはい、ちょうどなんかもらいたいなっていう。いきます。これ何？これいきますか。30年。ここまでアイドル、そしてホスト・オブ・ドリームのキャストたちに突撃取材を行い、ドリームマッチについての意気込みを伺ってきた。そして今回彼らが訪れる最後の店舗となるのは、以前にもホスト TV で土下座ホストとして密着を行った後世店長率いる愛。昨年のドリームマッチでは3店舗の中で最下位という結果に終わり、苦い思いを経験した彼らだが、今年はどのような思いで挑むのだろうか。店内に到着した2人がまず最初に目をつけたのは、ドリームマッチ前夜祭に出場するという大和幹部補佐。はじめまして、そうですね、愛の大和です。前夜祭選ばれてる、選ばれてはないけど、まあ、全員2月はね、まあ、少しでも、まあ、愛の力になれるように頑張りたいと思います。はい、以上です。せーの、ペかっこいいわ。ずるいわ、一緒に映りたくない、映りたくないわ。お願いします。ありがとうございます。次は太田、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 エースグループ愛本店の拓です。前夜祭多分優勝するんじゃないかなということですね。前夜祭は優勝します。はい、言い切った。前夜祭はもう優勝するんで、あとは結果を楽しみにしててください。おー、いい。なんかほんまにあれよね、表彰式と今多く語らないというか、結果だけ見せるタイプの男かなとは、カルビ君かなとは思ってますけど。LINE のアイコン金体って書いてる。あ、金体。もう金体を、まあ、一番大事にしてる。だから。どうしました？汗かいてきた。めっちゃ汗かいてきた。やりづらいよ、俺は。俺ってやりづらいからね。どうなん？どうなん？何がすか？その、俺との絡みどうなん？いや、もうめちゃめちゃ緊張してるっす。そんないいの？まあ、だから、次世代のね、男の子を見てるんで、前夜祭でしっかりこう結果を出して、来年本祭に出れるように、はい、ぜひ頑張っていってもらえればなと思うんですけど、はい、すごいプレイヤーなんで、期待します。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ちょっと、あ、いい。えぐい。何がよ。やば。何や、どうした。どうした、ごめん、ごめん。こういうのやから。ありがとう、もうこれで OK。 こういうのやから、やっぱり。さすがやばい。いや、でもありがとう、全然言わなかったな。早速2名の前夜祭メンバーに話を伺い、どちらからもやる気が感じられたが、イベント当日は自身の優勝を確信しているというハクの動きに注目が走る。そして前夜祭メンバーに続いて2人は愛から出場する本戦メンバーを探す。あ、おった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 ドリームマッチの、はい、本祭メンバー、はい、本祭メンバー
本座メンバー出会えた。出会えた。出会いました。愛の鴨さんの桐崎アムです。まあ、意気込みとしては去年出れんかったんで、今年は愛が絶対に勝つと頑張ります。まとまってるね。歴が長いんじゃないこれ。歴が何でやってんのこそ。今年9年目長い。同期や俺と同期で2回負けてるんでね。はい、次はもう勝てるように。今年はねぜひお願いします。勝ちますんで頑張りましょう。はい、かっこいい、かっこいい。次行こう。はい、はい、かダークホース来ました。レムさん、レムさん久しぶり。久しぶりちゃん、嬉しい嬉しい、会えた、嬉しい嬉しい。なにこれ、嬉しい。ありがとうございます。めっちゃ気になるけど、これいじらんほうがいいんすよ。なに、なに、わかる。何が違う違う、なんかちょびが入るんすよ。すいません、手でやらせてもらってます。わからへんかも。ドリフターズです、ドリフターズ。ナコちゃん、手でやらせてもらってますよ。はい、どうも、よろしくお願いします。レムです。出会えたよ、出会えた。うるさい、うるさい。ドリームマッチ、ドリームマッチ、ドリームマッチ、ドリームマッチ。そうですね、前レンタ。これ何、これ何。やっぱりね、去年、一昨年と2年連続で負けてるんで、今年こそは店長と愛を勝たせるように頑張ります。何が全然ちゃうわ。全然ちゃう。何副店長、ほんまにダメ。今マスク取ったら書いてあるみたいなやったらめっちゃおもろいね。マスク取ったら書いてあるみたいなやったらおもろいけどね。マッキー持ってきて、すぐに。マッキーだけ持ってきて。サイト一緒に合わせるマスク取ったらみたいなのを取っとこうかいな。ハルピオプロデューサーに翻弄されながらも、昨年の悔しさを語るレム副店長。絶対おもんない。動いてない。全カット全カット、ほんまに。俺こんなんされお前なんて見てんねん。お前がやるよ。俺がやるな。無茶ぶりをさせられ、カメラの前で切れ散らかすレム副店長だが、続いてお話を伺うのは、そんな彼の弟分として活躍するこの男。バイの、望月ふんまといいます。望月、望月がレムさんの、はい、弟分としてやらせてもらってるんで、まあその名前に恥じないように、マイもね、2年ずっと負けてるってことなんで、ちょっとでも貢献したいんで、まあ微力ですけど、はい、ちょっとかまそうかなって思ってます。おお、初ですか。あ、初めてです。初めて出るんですか。はい、おろ、去年は見てもんね。あ、去年見てました、はい、はい、もうやっと出れたって感じなんで、今年頑張ろうなと思って。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。じゃあ次、次いきますか。いきますか。はい、兄貴分とは違った雰囲気を持つ風磨副主任だが、その意気込みはレム副店長にも負けていないように感じられる。そしてここまで数々の出場メンバーに突撃してきた我々だが、本祭メンバー最後の一人であるこの男は余裕の登場を見せていた。ちょっと遅れてない。勤務時間大丈夫か。いや、ギリ大丈夫。納豆だけあげたらいいって。それ誰のせいや、誰のせいや。いや、まあそれはそれを言う。急に変な名前で出た。怖い。ドリームマッチはね、やっぱさすがにやっぱ出勤時間で間に合うように、はい、頑張って出勤したいと思います。はい、お願いします。いい、ね、やっぱね、去年とか見ててやっぱすごいイベントだなと思って、やっぱそれ出るのを目標に上半期頑張ってきたんで、さすがにラストオーダーに間に合って1位取りたいと思います。はい、いやいいと思う。すごいことですから。やっぱね、バイバちゃん、いいいい、うん、返しやりやすい。あ、こんなにやりやすい。楽です。じゃあこれ遅刻バケ取らんでください。ここまで3週にわたってドリームマッチの各店出場メンバーたちに突撃してきた我々。新たな顔ぶれも多く増え、それぞれの店舗がそれぞれの思いで挑むドリームマッチ2023。現在2連覇を果たすアイドル、昨年本店として無念の最下位となったアイ、新店として2回目の参加となるホストオブドリーム。果たして勝利の女神が微笑むのは一体？